左手、向かって右手でございます。沖智美、32歳、栃木県選挙区立候補予定者でございます。後ほど本人から挨拶があるかと思いますけども、本人はですね、京都の峰山というところの出身でございます。京都、まあ京女でございますけども、この栃木県でぜひいい旦那さんを見つけて骨を詰める、そのつもりでこの栃木県選議員を戦いに来たと言っております。本当に真面目な、私も一緒に政治活動をやらせていただいてますけど、本当に真面目な女性です。そして彼女の原点でありますのは、やはり医療、社会保障、介護、その領域でございます。女性の視点で、そして若い人間の考え方、これが反映される社会を作りたいという思い、これを渡辺代表にぶつけて、渡辺代表もそれならいいだろうということで公認を今回入れます。このような形になっております。向かって、左側、渡辺一太郎、皆様もご存知の通り、先ほど荒井先生からも言葉がありました。渡辺道雄先生のお孫さん、渡辺芳美党代表のおいっ子さんでございます。まあサラブレッドと言ってしまえばそれまでなんですが、しかしみんなの党はですね、競馬と違いますから、血筋だけではこれはお墨付き与えません。ちゃんと何をやりたいのか、どういう政治的な信念を持っているのか、よくよく吟味した上での公認でございます。全国比例ということで後ほど説明があると思いますが、なかなかその投票が皆さんはっきりしない、どこにどこ書いたらいいのかということをお悩みかと思います。その辺は後ほどしっかりと説明させていただきますので、どうか皆様ご納得の上、ご質問あれば係員にお尋ねいただければと思います。ありがとうございました。お待たせを